めちゃくちゃ強い開幕攻撃を考えよう。今ビートとクロックが来てるから、これを機に最速最強の開幕を考えてみよう。結論、グリーズマンからファビーナリー以上。青がーあんな再現性ボックスもない運ゲーロングシュート認めるか。開幕は宝くじではないビジネスだ。ミカリ君、100回やったら1点取れるではなく、100回やったらやって取る安定した絶対的得点供給源、それこそが開幕攻撃なのだ。なので今回は早くて強くて安定した開幕攻撃を研究していきたいと思う。ポジションエディットが爆誕した時からいつかやろうと思っていたから非常に都合がいい。まあビートとクロックは本来スピードを競うものなんですけれども、最終的には実戦で使うことを想定としているから、強さと安定感というところを重点的に見ていくぞ。というわけで、この結論部はとりあえずぶち壊して、一旦俺の中にある机上のクーロンパー、これを構築していこう。ポン、これだ、ダブルトンファースタイル。ダブルトンファーとは言ったが、今回使うのはこの上のタケコプターだけだ。まずキックオフはリオデリメッシからモドリッチにバックパスを渡して、そこからスナイデルへと展開していく。そしてスナイデルにボールが展開している間に、星の相役に抜擢されたこのマルクス・ティラム、かっこデコイランが相手ディフェンダーの目を全部引きつける。するとどうなるか、ペナルティーエリア前ぐらいにスペースが出てきましたね。ここにモドリッチ、そしてグリーズマンが走り込んでくる。で、この二人のビジュアリーパス持ちの人間、どちらかにスナイデルがボールを渡して、モアメロサラ、リオデリメッシの状態のいい方にビジュアリーパスを流してダブルタッチからコントロールカーブして芝居や。いや、てかなんならこれラストパスの受けてもう一人増やせるな。おい君、上がってこい。トンファー型にしようと思ったんですけど、サウマシン型で行かせてもらいます。となってくると、ここにはロングレンジからシュートを叩き込める人間が欲しいということで、現在令和チャンネルだけで人気急上昇中のこの男、カタキーに来てもらいましょう。まあ、これをベースにね、ちょっとずつアップデートしていこうと思うけど、早速まずはやってみるぞ。すっか、行くぜ、レッツアーラーティー、行くぞお前ら。スーパースター相手に決まらなかったらお話にならんからな。まずはモドリッチにボールを、おほほ、完璧や。見てこれ、チュレムとビジョナリーパス持ちの二人が完全にオリバー&ピクミンや。さあ、うまいこと言ってくれよ。メッシも走らせます。あ、間違えた、あそこね。ちょっとなんか難しいとこにあいつ、ここ、そうで、繋いでる、ここ、ちょっ、なんか、あん、な、ん、なんかぜ、おい、全然うまいこと言ってやけ。なんやねんこれ。まずグリーズマンがボール持ってから相手をくるくるしてからかわさなきゃいけないなんてありえんから。敵と対峙しちゃったら安定感なくなっちゃうでしょうか。行くぞ、メッシ走らせて、走ってないの、こスルーパー、あ、グリーズマンで、ティラムが、ティラムがフリーやんけ、おかしい、おかしいやろ。今なんかちょうどマルクス・ティラムのところにビジョナリーパス持ちの人間がいてくれたら嬉しいから、こうだ。じゃあこの余った ST には誰を置くんですかって、よくぞ聞いてくれた。あ、ジーコとか行くない？おお、確かにね。理想はグリーズマンからのパスだけど、できなかった場合はジーコを頼ってもいいよみたいな、この二段構造。マジ軸カレー、たまらん。早速アップデートを加えた令和チャンネルバージョン2、行くぜ。完璧な開幕だぞ。見せてやるよ、メシャシ。そうだ、スリーパス。そこから、何やってんの？おめえにボールが渡るからじゃないよね。てかリスタートボタンあった、めっちゃありがてえ。渡す、スルーパー、繋いでる、はい、グリーズマン、ボール持つ、状況がいるわ、もうアメロさん。あ、なんかギブっちゃった。One year later。 これセンターフォワードでラインブレイカーいねえの、だいぶ問題かも、しかして。しかもなんかビジョナリーパスがどうのこうの言うたけど、全然 OK 感じでした。邪魔だろ、エビマス。お前の名前だけ覚えたからな。必ず一族根出ししてやる。前世の人間が高いって止まっとる。それじゃあお前さ、シュートを打ちたいところのスペースがあかんわけ。この辺にこうやって爆速のラインブレイカーをパンパンに置くことによって、こういつらをデコイランとして使うと。で、その上でグリーズマン戻り一応使うと。もうこれやろ。開幕のスルーパスの成功率も上がりそうやな、これで。繋いでるからなっちゃった。スルーパーいいね。グリーズマン来た。普通に飛び出してくんじゃない。モドリッチ、ここで走らせよ、ちゃんと。渡して。で、で、サイド僕が経由して。で、で、そう、そうそうそう、そう、もう全然違う。なんか誰かがボール持ってコレコレしてが敵抜くとかなしやん。技を出させるな、俺に。いいよ。そうやな。で、こっからこうか。で、モアメロさん、ダブル、いいじゃねえかよ。もう斜めにポンポンポンからのシュート、これやん。これでいってみるわ、これで。開幕、はい、落とします。モドリッチ持ちます。で、スタイトル渡ったら、こう、ポンポンポンパン。これよ。これ俺の新しい戦術、逆さない気型や。淡々とこなすぞ。あー、さっきよりもなんか、左側がスッキリして見やすい。それもいいよな。こう。はい、こう。はい、こう。はい、こう。こう。違う、センターフォワードがボールを持ったら右側に流す、これだけよ。ドンブラコドンブラコさせとけ。ここ来た、あ、ウルト行った。
おめえが言ってるはずだ。てかお前柔道しとった強さと安定感どこ行っとんや。これやったらサビーサリーに全ての要素で負けとるやんけ。するば、するば、ちょっと、な、何やねこれ。どんぶらこしろよ、桃みたいな頭しとるくせに。ほい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 。いやー、それトラ、やっぱ違うな。サイドなんてクソ。大丈夫サイドじゃねえ、真ん中だ。で、俺は昔4歳1人をね、来るほど使ったんだが、4歳1人の開幕は強かった。なので、エース4歳1変更して、その上で、ウィンガーをつける。応援守備トラつける。これですよ、皆さん。だから基本的にはこの3人のところでデスゾーンするんだけど、なんか途中でなんか、あーちょっとやりづらいなと思ったら、ビジョナリーパス持ちの人間に一回渡してワンツーしてもらったりとか、渡して奥つけてもらったりとか、そういうことができるんだと。これだったら今回のタイムアタックだけじゃなくて、どんな状況にも対応することが可能と、私は判断しました。行きましょう。ベースはもうトライアングルよ。あ、行った。戻した。スルパゲッタ。おい、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 おい。いや、これでええんか。対人戦で解決できない状況が来た時に、両ウィングのビジョナリーがパーするから。ちょっとこれビジョナリーパス持ちの人間の力を借りたバージョンもちょっとやってみるか、一旦な。おい。いいね。いいね。いいね。そのままでじゃがってきて。そうだな。こういう展開もいけ。なんで決まらなーい。4対1の開幕やったら積んどるとこやったけど、モードルチが顔出してきたと。やってること。おい。そう。そう。んで？そうやな。戻り地来たと。打つと。ああ、惜しいよ。ええやん。本来一人のはずのオフェンスを見ていた三人いることによって、そことのワンツーも前から使えてるな。ってなってくると、これ両ウィングいらんな、これ。行く。おい。おい。これ使える。何が使える？デブラに使って、ただ渡して。戻して。する。何やってんやー、パスコース増やすためにお前みたいさ、トラップカードか、頭の色的にも。結論これか。結局3オンエ中ミッドリーダー2センターフォワード、これがいっちゃんええっていう説がワイの中で出とる。ここここ、オフェンスミッドリーダーなんか変な位置おったな今。もっとビジュナリー4人並べとった時のモドリッチみたいなポジショニングしてほしいんやけど。おい、なんかマリオカートみたいになっとるって。じゃあ、チア。あ？見て、これ。なんか、オフェンシブミッドフィールダーのポジションがへちょくない？さっきウィンガーが埋めていたところをオフェンシブミッドフィールダーが埋めるような動きしようやけど。やっぱウィンガー必要やったってことか。この端っこのところにデコイラン置いて、その上で、本命2列目飛び出しを正しいポジションに誘い直。そう。あ、いいね。あ、うん、スペース空いた、スペース空いた。あ、いい。で、ビルツとウリヘがいい位置来て、おー、いいね。超やりやすい。ウィンガーの存在によって、なんか、足止まってる、明らかに。明らかにやりやすいもん。シュート入んねんけど。とにかく中の密集度を下げてほしいから、両発のデコイランにも、デコイランしてほしくない。ずっと待っててほしい。これ黒沢にしよう。ここに黒沢を配置することによって、ど真ん中の三角形の難易度を下げると。キングダムの王毅将軍みたいな感じでな、王毅はあの山に付随している限り、我々は攻めることができない。存在してるだけで状況を変えているのだ、みたいなやつや。それで三角形を作りまくる真ん中で、そう。そう。いいね。ここでビルツが上がってくる。ダブルダッシュする、打つ、入るー。両端の黒沢がおらんかったら、あそこでビルツ来んよ。こうじゃなくて、こういくよ。調整するんですよ、これ人間を置くことによって。ちょっと待ってな。一回やってみるか。一回な。人を分散させた方がうまいこといくで、絶対。それには劣るって。さすがに。え、めっちゃいい飛び出し。え、オフェンシブミッドフィルダーじゃなくてセントラルミッドフィルダーの方が理想的なところに顔出してくる。この上でウィンガーを配置しよう。オデヨングとかええんちゃうか。まさしくこれやろ。トリプル三角形のポジションをさらに正しくしたバージョン。完全に正解これ。はいはいはい、いいところにガクポ。ここに黒沢が生きるようになってきたってわけね。はい、よいしょ、いいよ。メッシのパス能力めっちゃ重要か。それはめっちゃ、てか、メッシのパス能力っていうか、メッシがボールちゃんと持つのが大事。いや、これ何これ？え、これ、ガクポ最強じゃん。え、これガクポ最強すぎん？ちょ、待って、なんか、え、なんか、え、ガクポ覚醒したんだけど。ちょ、待って、え、やばい！ガクポのフリー率が 100% や。ちょ、待って、これ、
あ、でもお前黒沢じゃねえ。え、黒沢発動した。え、ちょ待てよ。え、じゃあこれ左ウィングのところにさ、クソアツストライク置きゃいいんじゃね。え、これじゃん。これメニゲここ置いて、バペのところにグリーズマンだ。これでビジョナリーパス提供して、ルンメリがダブルタッチミドル、これじゃね。はいはい、思ってたのと違う。そんなにいつも毎回同じように行くとは限らない。さっきと違ってちゃんとルンメリーが疲れてる。うん、だってもうさっきね、もうこの時点でもうガクボがシュートを打てるポジションがあったもん、完全に。ちょ、一回ガクボに変えてみよう。ガクボ、え、ST ガクボが鍵ってこと、もしかして。こういうプレイスタイル持ち。さとわけ、元の形に変えてきました。俺の理論が正しければ、ガクボがドフリーでゴール前に登場する。どうぞ。いや、ダメだ。ウィングストライカーが一番いいのかな。これで両ウィングにブリッツ置けば完成じゃね。こっちソン・フンミンの、こっちキエーズだな。やるんだったら。ウィングストライカーはあんまりフリーになって飛び出してくることはないな。ガクポはフリーなんだよね。ガクポに、あ、理想的、いいですね。ああ、いいね、いいね、いいね。仮にウィングストライカーだったとしても状況に応じてこういう風な展開になると。ふむふむふむ、これあれか、ウィングストライカーフリーになってる時は1 year later。 分かった分かった分かった、結論分かった。はい、決勝結果、最強の開幕、そんなもんはねえ。相手がずーっと同じ陣形、同じ AI でやってても安定なんて一切しない。毎回違った顔覗かせやがる。イーウッドボールというゲームに絶対点が入る形なんてねえ。そんな中で最も確率高いのじゃどれなんて言われたら、これじゃね。サイアンパイ、これでどうすか。これで、これでルンメリが100発躍中で抜けてきたりしねえかな。まあそんなことはないか。いや、違う、待てよ。違う違う、あるあるあるよ。これあるある、これマジある。これ分かったかもしれん、これ。これマジ分かったかもしれん。ここにルンメリが置くやん。ここに左ウィングやろ。何この一番最初にやったやつまたやってんの俺は。井上オリーベか俺。いや、だからルンメリが開幕やっちゃってるよ。じゃあエムベがいんのか、あそこには。楽しくこうだ。こう、これこれでやってみ。あ、これオッケーオッケー。で、エンバイもいいチームだ。よしよしよし、これはこれよ。まず、はい、ワンツースルーパー、僕当てる、スルーパーいや、だ、違うか。違うかいや、いや、なんかいけそう。でもルンメリゲのこういう動きはすごいいいと思った。もう一人欲しいか、ここに。まず、いつも通りここ3枚でガシャガシャやって、お、いや、いいよ。いや、悪くない、悪くない。ガクポとルンメリゲっていう2つの選択肢が確かに存在したもん、今。いやー、詰んだか。でも、今、ガクポもいい位置だな。ガクポのところを、クロサーじゃなくて、ウィングストライカーに変えてみたら、もっと溺れちゃうか。待たせたな、みんな。完成したぜ。マジのガチの最強開幕スカッドか。簡単にやり方を説明しておこう。まずはこのラファエル・レオ、リオネル・メッシ、キリアン・エンバペ、この3人でうまいことワンツーしながら敵の一発目に突っかかってくるセンターフォワードとかオフェンシブっていうのはこの辺りうまく回避する。もうここができればもうあとは超簡単。ここで控えております、本命カール・ハイズ・ルンメンゲ、そしてクイックレスと決定力を爆上げした対抗ブリッツカウ・ボットミン、この2人にスルーパスをうまいこと渡していて、コントロールカーブからシュート、これ、多分これがイフトボールで一番開幕するよ、マジで。おそらく再現性は非常に高い。最初のパス交換、ここのアドリブさえ乗り切ったらあとは何とかなる。来た、対抗が抜けたら、その場合はダブルダッチブルの、そういうこと。今見ました皆さん、ソン・フンミンとルンメリケがバーってね、相手のセンターバックの裏走ってるところ、で、あとは状態のいい2人のうちをどっちかにパス渡すだけ。もうルンメリケとフンメリケ、この2人でまあトリをぶっ壊していこうぞってなってくるんですよ。これエンバペいらねえか。バッペを内側に置いてみよう。ああ、いい飛び出しだね。いやー、いいね。エンバペがこうしてくれるのが一番安牌、マジで。お、なんかレコードが更新された。バッペ熱いな。いい、ああ、いいね。これ今なんでこれセンターバック上がってきてくれたんだ。
え、玉けど。富士そのシュート消えるよ。外れて帰ってもダセーな。今までで一番再現性悪くない？確実にどちらか二人は、こうやってシュートまでいけるから。これすごいよね、普通に。今まで散々なんか途中でなんかガチャガチャやってたのに。ただこれ結局最初のワンツーを見抜かれてしまったら、まあレオン疲れるわけやん。メッシとレオン疲れるわけやん。もう、いいか。そこはうまいこといく前提で話すか。いや、完璧な憤民です。あと打つだけ。そういうことブリッツブリブリミン、マジ。ブリンミンミン、ブリンミンミン、ブリンミンミン、ボーンだ、マジで。4ワンツー。ワペ無理だったら、その、そう。もう私はね、本当に。決定よ、99でも当たる？あと ST、あ、てか待って、ST じゃん。あなた ST できてないよね。あ、ごめん！ずっと気づかなかった！今、見つけてきたんだけど、ちょっと試したい男いて、ダブルダッチミドルマシーン。てか待って、もう5時だ、朝の。俺何時間やってんだよ。俺3時間くらいやってんぞ、これ。じゃあ、3時間の決勝見せるか、みんなに。そう、走ったビジャー、こっち向いて、本家や。最高だよ、お前は。たまらんよ、ガチで。ブリッツカーブを超える貴様のコントロールカーブは、はっきり言って。こんな感じで、本気でラインブレイクを狙うエンバペをデコイに使って、本命のウィングストライカーででっかい根幹を決める。これが俺の作り出した作戦よ。そう。で、エンバペが抜けたら、普通に行きゃいい。その時は。OK。ってこと。今のは打てなかったけど、それは俺の PS の問題だから、つまり問題ない。とうとうできた、ほんとに。グリッド、出る。そっちがいたら行く。で、ビジャーからもっかい作り直してメッシが打ってももちろんいい。もちろんいい。そういうパターンもある。今のところ、フリットとかその辺でうまいこと言ってるから、別にいいのか。まあでも、強いて言うならグリーズマンかな。ちょっと期待できるのは。それでエンバメのファーストラッチが軽くなってラインブレイクに成功しましたみたいなパターンは結構熱い、普通に。はい。いい踏んだ。もらった。そのブリッツ消えるよ。おめえの得点が消えてんだよ、バカ。というわけでね、これが実際に試合で使えるのかどうかというところ、本日、配信者、ゴールデンコールトーナメントで、試していきたいと思います！EU トボールを代表する実力者集団に、これをぶち当てて、EU トボール開幕の歴史を俺が塗り替えてやるんだから！決勝結果、応募者殺す！以上！